二階堂くん、前回、ストリートファイターの配信終わった後に、上手い人に教えもらってたの？お前。配信終わった後。はい。いやいや、ずるいじゃん。それってさ。お前もらってないの？俺もらってねえよ。お前ずるいじゃん、なんか。なんて言ってもらったの、お前。ん？そのなんか、お前がやってたこと？うん。どういう条件で強くなるのかっていうのを教えてもらって、はい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 、対策を教えてもらった。いや、それごとじゃん、それお前。ごとだよね、だろ別に。お前それごと行為だろ、それごと行為だろ、これね、ストリートファイターにおいて。 お前、川谷絵のも言ってただろ。ね、なんて今年以外今年じゃないのあれ今年じゃねえよ、あれ。私ね、いやー、二階堂、でもさ、その、まあ、上手い人さ、共通の友達にいんじゃん。うん。本人もさ、ちょっと気使ったんだろうね。うん。その、教えてもらってる、まあ、いわゆる俺たちの先生からさ、うん。俺も、なんかディスコードのチャットが来てさ、で、教えてって俺も言ったんだよ。うん。俺に足りないのは何って聞いたらさ、うん。一言。コンボって書いてきて終わったんだけど、お前。おい、お前となんか、なんかと、お前と違くねえか。一言だけ、コンボ。そりゃそうだろ。コンボだろ、足りないのは。お前。いや、それ鉄分とかやったらそれ困っちゃうけどさ。あ、本当にいい、お前。俺はちゃんと通話で、あの、トレーニングルームで技見せてもらいながら教えてもらって、俺はなんだそれお前。いやー、二階堂くん、そんなことよりさ、うん、その大森くんが落ち込んでたからさ。いや、それ元気づけてやろうぜ。大森くんね、大森くんさ、うん、あれ多分本当に知らなかったんだと思うんだよね。なんか俺気の毒だと思っちゃったよ、あまりにも言われすぎて。多分知らなかったから。だからみんなそんなもう言ってやんなよって思っちゃったな。てかでも周りにも言う人いなかったっていうのがすごいね。いや、まあなんかね、ちょっとそのまあ歴史を知らない人がさ、うん、あそこに集まってるってさ、確率的にそんななくはないと思うんだよね。うん、だから俺が今大森くんに言えるのはね、うん、ケセラセラだね。はい。ああ。うん。なんで。先生に一緒にごめんなさいしようか。なんでだよな。俺謝んなきゃいけないの。あと二カードあれだな。ん？ドブロックのさ、江口がさ、うん、噛みつきガメ違法で飼ってさ、うん、謝罪してからもうすぐ10周年だぞ。知らねえよ、そんなの。うわ、いやー、今ので対空が出せないんです。噛みつきガメ飼っちゃってたってのがね、またいいよね。なんかね。確かにね、よりによってそんなやべえもん飼ってたんだっていう。よし。ペットゴシップ、その芸能人ペットで言うと、うん、元冬樹がスズメをスズメ保護して、うん、東京都の条例に引っかかって、その東京都と争ってたのから多分5周年ぐらい。こんなのあった、あったろ、頭に乗せたりしてさ、すごい楽しんでた。うわー、あ、終わった。終わりか。二階堂くん。楽しねえ。無知は罪だって大森くんで学ばなかったのか。いや、別に江口10年前だから。江口の先輩だよ、うん。大森がそれから学ばないと。いや、大森もそれからは学ばねえよ。何それ、お、なんか、何それ、え、何これ、これ何、これ何、これ何、よし、見えてるよ。うん、あれ大丈夫か、おい、どうなった今、お前、え、お前ガラッと窓開けたら満月だったか。
いや、俺、狼男じゃねえよ。大丈夫か。里襟も豆柴がでかくなりすぎて友達にあげたのあかんねえ、お前配信タイトルもののけ殺すじゃん。え、今気づいた。お前ふつふつやん。よくガード押せるな。今なんか分かんないけど吐きそうになった今。あ、お前吐きそうだった。今パーフェクトの文字見た瞬間今吐くかと思った。うん。いやおかしくなっちゃうよ。ニカド君、叫び袋買ったろうか。いやそんなあったな、おい、叫び袋。そんな商品ストレス社会すぎるだろ。あの商品なんでブランカなんすか。ん、俺ちっちゃい頃好きな遊具ブランコだったし、好きなアニメのキャラクターはランカリーだからかな。からだからかな。好きなものの複合で。ニカモの日常スタンプ買いたいです。売ってください、売ってください。私目に売ってください。私目に、私なんかに、私ニカモ、もったいないですけれども、私なんかが、私なんかに、買えるかわかりませんけど、買えるかわかりませんけど。